はいどうも、今日も元気に桃鉄やっていきましょう。チャンプルです。はい、では Let's play 桃鉄 I'm チャンプルということでね、やっていきましょう。さあ、今ね、かけるくんがハリケーンでモダイ苦しんでいるところをね、楽しんでいる最中でございます。はい、得点同士重ねていきます。300億近くなってんね、持ち金も。やれ、あー戻ったか、くそー、マジか。4、お、目的地エンコーカードいいですね。さあ、このままキングとか出てほしいですけど、いけいけいけ、キングキングキングいけ、頼む、よし、バキバキいけ、スパゴード、よし、つけるなよつけるなよ、キングデビル、学生金、さあワクチン、さあどうしようかね、ちょっと指定打ち欲しいな、指定打ち、指定打ちこっちか。32、敵地変更の方がいいかな。いや、余計なことはしない方がいいか。はい、あー変えるけどな、ちょっとな、ここまでかな。一旦キングも近いんでね、ここまでにしておきましょう。よーし、メラソーバ、あ、それでもいい、それでもいい、いっぱい呼べ、キングキング、キングデビル、オッケー、オッケー、でかい、マジでやめろ、省エネされてんのサイコロ。オッケー、変えてエリボ、オッケー、よし、これでかい、キングやるねやるね、今度キングデビルいっぱい呼べ、さっきより広くなったね、よしよしよしやったくマジでだから省エネされてんのお前はよしよしよし、あららら、タラバガーにもね、そういう風に、まあ俺は関係ないからね、全然いいですけど、よしよしよし、持ってないよな、なんも、オッケー、あとはあのベラゾーバで思いっきり落ちるところまで落ちてほしいな。ちょっとね、あのここで当選もしようかな。はい、ベラソーマ行け、オッケー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 、落ちれ落ちれ、かける
よし、あさあラリー、さあラリー、いけいけ、キング、キングダムいけ、オッケー、あ、食品物件売ってる、よしよし、これは来たんじゃないか、決まった、おー、まだ耐えるね。からの風神、お前はちょっと余計なことをしないでくれ。まだダメだ。あ、ダジャレカード。ベタでシューマン。ということでね。ゴリベ、行こうかな。はい。いや、マジでナイスタイミングすぎ、ダジャレ。何しとんねん。キングさん、ちょっとそれじゃないよ。オッケー。ガハハハとね、やってって。はい。ということでね、日本ハムファイターズ、さあ頑張って勝ってください。お、いいね、1回裏で3点、さあカキンカキン、さらに追加点獲得していって、おっと9回表4点を獲得、どうなる、カキン、さすが日本ハム、嬉しいですね。ということで、星音が使って、不器用さらばと豪速球買いましょう。で、さらにうんちも使って、ゴールさせないっていうのもできるし、やっぱうんち買っておくのありだな。で、あと、特急シューも全部買おう。不器用さらばと豪速球もね、豪速球2倍ぐらい買うか。 OK、 一人デビル、ナイス、 OK、 ベラゾーバ、よし、これ来たんじゃないか。マイナス、赤字いけ、もうダメだ。よし。もうダメだーってなりましたね。かける。オッケーオッケーオッケー。で、何をするかっていうと、今、リトルデビルと、ジゲバクがあるじゃないですか。なので、豪速球を使って叩き割ります。豪速球でジゲバクをね、叩き割りたい。まず当たってよ。オッケー。割れろ。わ、マジか。鈍い気外した。新幹線特急終了。オッケー。もうどんだけ振らせてもいいよ、サイコロ100個でもいいよ。オッケー。ちょっとね、もう一回割りたい。こんなところで絶好調になってもって感じですけど。お、4個になった。いいね。ただ、割りたいんで、次元爆弾。
もう一回投げます。 OK、 はい、割った。新幹線ポチネガダビング OK。 一応割ってあげたからね、感謝して感謝してよね。まあ手渡されてこっちで爆発されても困るからね。あ、カニさん出ましたね。ちょっと集合体恐怖症の人にはねちょっとやばいけど、こういう風に物件がね容赦なく切り刻まれるんでね、気をつけてください。ちなみに物件駅に泊まるとカニ出てこないんです。それかここのこのタラバガニ漁船団を飼っていると出てきません。よっしゃ、もうカケルがもうダメだってなったからね、もう個人的には超嬉しい。すげえ、物件もカードも違うな、お金もカードも何もない。あ、でも物件はそこそこあんな。これはハリケーンにぶっ飛ばしてもらいたいところですね。あ、これもあったな、そういえば。じゃあこれ埋めるか、とりあえず。うんち置いてもいいけど、まあかけるをもうこんなにボコボコにしたから、ボコボコにしたっていうかボコボコにされてるから、まあいいでしょ。お、知床行ける。あ、そっか、一旦あれだな、テレポートとか変えましょう。浮世さらば、まあ持っておくか。はい、飲食ってあれかな、浮世さらばで消せるかな。はい、カニさんがいっぱい出てきます。まあ少ないでしょ。マジでね、コンピューターとやってる時にね、こういうなんかキングの壊滅的な被害を受けてるところで、なんかあれだよね、ストレス発散になるよね。あー、エリもいける。どうする、買う、もう向かうか。あ、でもな、独占できるし、エリものこれ結構収益いいからな、行くか。あと着きにくい。よし、とりあえず一旦ついて独占をしましょうか。はいはい、小田原。はい、とりあえず買いましょう。7億の 15% ってすごいからね。2億1000万で増資すると結構ね、収益です。おっと、さらにオーバーキルですか、これは。ナイス、きたさあ、全部ぶっ飛ばしてくれ。やったー、これで俺物件買えるわ、農林物件、こいつの。いやー、いいね。なんかね、コンピューター戦だからこそ、なんか、よっしゃーってなるよね。あの、人とやった時に、ね、あの、こうなったら、ちょっと、逆にさ、気の毒になるよね。全域踏破したいから、ちょっと、
見よっか。旭川、北見、富良野、ニセコ、あ、池田美瑛、小樽。池田美瑛、小樽。まあ、とりあえず、黒。どこも行けねえな。あ、北見行ける。網走行ける。一旦ここにいるの邪魔だから、あ、でもなぶっ飛び駅飛んで、ここら辺飛んできたらちょっと嫌だしな。北見埋めるか。はい。さあ、お金もカードも物件もない。もうダメだが完成しますね。いや、ちゃっかりちょっといろいろとね、あ、かわいそうに。ほらほら、怖いところ飛んでくるよ。いや、これは決算どうなるんだ、グラフ。おお、すごいことなってる。229億円。おほほほほ。あんなに資産あったのに、消し去りましたね、見事に。いやー、完全に壊滅しましたね、かけるくん。いやー、これが桃鉄ですよ、皆さん。というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.